めっちゃ。いただきます。うん、うん、そう、生誕祭27日にあるんですけど、めっちゃい子多い。嬉しい。たまたまですね、ちっちゃい子多いのは。そう、なんか幼稚園の先生目指しそうなんです。実は初暴露した。みんな聞けてラッキーだね。入って2年ちょい、2年 B 入る前何してたんだろうあの人って多分思ってたと思うんですけど、勉強してました。割とちゃんとしてたっていうオチね。そう、だから皆さん私のことはもうロリコンって言っちゃダメですよ。本当にちゃんとなんか理論上基づいてるみたいなさあるので。そう、ただちっちゃい子が好きなんじゃないんですよ。ねね、何してたのってめっちゃ思ってたと思う、みんな。高校卒業して2年間何してたんだろう。先生って呼ばないで大丈夫です、全然。ね、めっちゃ聞かれたけど何してたんだろう。普通に学校行ってましたね。学生してました。めっちゃ普通。全然来ちゃいけないってさ、そう絶対思ってるよね。だって言ってないもんね。来たらダメなことしてないです。ただ学校行ってたけど、そう学校行って資格取る勉強してました。えらそう、だから幼稚園の先生になってた世界線もありますね。弟いるのは、うん、なんかなんとなくなんか隠してみた。ね、そう実はね、そう幼稚園の先生の免許とかを持ってるんですっていうのを加入して2年3ヶ月暴露しましたね。もうちっちゃい子めっちゃ仲良くなれるので私。マジでその辺の子とかと仲良くなれるので。だからリザヒーとかサクちゃんとかが好きなのもちゃんと理由があるので。同期は知ってるよ、みんな。同期は知ってる。だって学校行きながら大阪通ってたから、セレクションの時も。ピアノも最低限なら弾けます。ほんまに最低限やけど。イメージ通り、ほんま。そう、モロ反射と原子反射の時に夏をあれでちょっとさ感づいた人おるんちゃう。あれわかるの。だって普通に学校で習ったもん。でも普通の私生活で使わんし多分。なんかめっちゃさ、めっちゃさ、こうやってめっちゃさ、よしよするのめっちゃうまいな、なんか寝かしつけとかめっちゃうまいよ。そう、習字もね、持ってますね。結構ね、持ってますね、そう考えたら。みんなに感謝ですね、ほんまに。そう、習字の先生の資格も中学生までなら
持ってます。そのでもピアノはマジでめっちゃ下手ゲーマーになろうとは思わなかった。ちゃんと働いて普通に働くつもりやったんで最初は、うん、教育実習も行ってた小さい子に好かれる、うん、小さい子に好かれるかも自分で言うのも変だけどいや分かんない、いや嘘、思い込みかな、まあいいや、そう思うことにしよう。ヤッホーみたいなめっちゃ仲良くなれるし、追いかけっこ全然勝てなかった。足遅すぎて、あの運動神経めっちゃ良くないんですけど、足めっちゃ遅くって、私ちっちゃい子とかと追いかけっことか教育実習行ってやってました。めっちゃ足早くって、いや3歳児とかにも普通に負けてたやばい、今までさ何もさこのさ素振りをあんま見せてない、内緒っていうか言ってなかったからさ、なんかあれだね急にめっちゃ喋るやんって感じだけど、うん、友達はねバラバラ、ほんまにいろんなの、いろんなのっていうかいろんなことしてる人多い。そう、ただのちびっこ好きじゃなかったんで、これからはちょっとねそこ踏まえてもらってそう、実はそう資格を持ってるよっていう、かっこいいかっこいいねアミタンのお世話、もうアミタンかわいい、ほんまにかわいい。アミタンの弁当見ました GSGK、 パンダのキャラ弁やったからかわいい、あんしたくなった話すことにしたのっていうか、なんか言うタイミングずっと逃してて、なんかどうしよう、あでも今日のあのお題がそのなんか自慢したいことやったんで、まあでも今かなみたいなそう、うん、そうただのあれじゃないんで安心してくださいもうめっちゃ追いかけっこしたからほんまに、そう、言ってないけど実は、え、なんだろう、何があるかな、まだちょっとじゃあ温めとこうそう頼みます。うん、ごめん、なんか隠す気はなかったの、あなかったわけじゃないけどこのコカニうまいはマジにニートだった、でも思いますよね、そりゃだってスプラトゥーン1000時間してましたとかさ、ずっとアニメ見てましたとか、なんか寝てたとかさ言ってたらさ、あの何してたんだろうって思ってさ聞けなくない、いやなんか聞かれたんだけど、なんか全部多分寝てたみたいな感じやったから、ごめんなさい今まで昔の NMB 保育士体験の企画、マジ俺無双じゃねそんなん子供抱っこしてとか言うけど、めっちゃしてたよ、めっちゃしてた、うまいもん抱っこすんのうまいもん、ちっちゃかったらね抱っこできるからね、まだ地震流にしたかった、またじゃあいつかの機会で、だからめっちゃあれやった、セレクションの時も学校行ってレッスン受けての日々やった、めっちゃ、うんうん、ちゃんと資格持ってますね、実はこれはやっと言える機会が来た、ちゃんと言える機会来たと思って、
オーディションでは、うん、言ってますね。なんか学校行っててみたいな。だからレッスンにもうめっちゃいつもギリギリやった。めっちゃダッシュしてたけど、もうそれをめっちゃ頑張ってた。もう今日 MC で新幹線とかバスとかの時間をめっちゃ頑張るみたいなってたんですけど、ほんまに息もめっちゃもう超走ってた。卒業ができたよ。なんとかなんとかね、本当にあのナンバトルとかの時期に卒業した、地味に。でももうヘロヘロすぎて全然記憶なくって、でもめっちゃギャルの友達いてめっちゃいい子なんだけど、最初めっちゃ怖くて、でもなんかその子もうなんかその卒業して将来自分がやりたいこと頑張るみたいな話してて、もうめっちゃ泣いた記憶はあるけど、元気かなみんな。それから先生偉いね。そうだから、そう結構学生面だったの最初は。最初のちょっとだけ。うん、きれいなお子さん。超大変だった。だから学生のこの気持ちめっちゃわかるの。ほんまにちょっとしかかぶってないけど、学生。レッスンも岡山の学校行ってたんで、岡山から行ってましたね。むっちゃダッシュしてバス乗ったりしてた。やばすぎ、今考えたら。メンタルやられてた、そのもううん、急に慣れないことやるから大変だった。見る目少し変わった、ありがとう。師匠と経歴に、ほんま？確かもっと学生やったんか。いや偉いよな、今考えたらめっちゃ偉いと思う。だから急に学校とかも終わってすぐ帰るからめっちゃ怪しまれて、いやそう3時間ぐらいかかるけど、3時間かもうちょっとかな、もうちょっとぐらいかかってたんですけど、言ってた。超大変だった、めっちゃ。そうでも先生が先生がめっちゃよくしてくださって、めっちゃ相談乗ってくださってましたけど、勝手にセレクション受けたからめっちゃ怒られたけどね。勝手に就活すんなって怒られました。ごめんなさい。けどそう、でもやっぱねなりたかったんで、そうだから明先生にめっちゃいじられてた。お前取っとこ3、4時間バス乗ってやってきてんのって、レッスンしに来てんのってめっちゃ笑われてた。そう勝手に就活就職活動っていう風になってた。セレクションはうん、まあでも就活ですね、就職場所がここなんで。そう何やってたのか分かんないままで、なんかかっこいいかなって思ったけど、ちょっとねあまりにもロリコンって言われるんで訂正。まあなんちゃって。かっこいいやろみんな、あのちゃんと見直してください。ただのロリコンじゃないんやって思ってください。これからは多分見る目変わると思いますね。ちっちゃい子好きなのがよくね。可愛いんやん、だってうん
マジで、あの時の先生にはめっちゃ申し訳ないですね。すいません。意味わからんかったと思う、絶対。頭もいいですか？頭いいです、めっちゃめっちゃ頭いいです、めっちゃ頭いい、めっちゃ頭いい、ほんまにめっちゃ頭いい。めっちゃ骨あったね、合格ね、合格してよかった、本当にマジでめっちゃ大変やった。ほんまにめっちゃ大変やったね。そういえば字も綺麗です。あ、いいとこ気づきますね。やばい、結構かっこいい大人なんじゃね。じゃああんま自分で言ったらさ、ちょっとやめとこ、あんま良くないですね。まあね、ただ幼稚園の先生の免許持ってて頑張れ、それ頑張ってて、そんで字もね、習字の八段持ってて字綺麗で絵描けて裁縫もできるだけやから、別にそんな大層なことじゃないよ。ダメだ、絶対怒られる、嘘です、そんなあの調子乗ってないんで安心してください。あ、料理もできるんで余裕。嘘です、でも別に全部めっちゃうまいとかじゃないから。いや、かっこいいっすね。誰とは言わんけどかっこいいっすね。そんな人おるんかな。やば、こんなん普通にうざいよね、やめます。そんな、でもそんなめっちゃね、普通に生きてたらできるので。うんうん、いつ調子乗るキャラで言ったら22で、それはきつくない。あ、優しい、かっこいいよ、自分で言わなくても。やった、まあ、こういうの自分で言わん方がかっこいいからな。その上に、そう、スプラトゥーンも強い。強い強い、サーモンランは強いよ。めっちゃバイトうまい。そうっていうのが今日の公演のね、自慢、自分の自慢したいところっていうお題で、話したやつ。そう、懐かしいね。でもなんか実習のさ時とかさ、めっちゃさ、めっちゃ喋るんだけど、めっちゃちっちゃいこと、めっちゃ可愛い子いて、みんな可愛いんだけど、なんか全然自分が受け持ってるクラスじゃなかったんだけど、その子のなんか兄弟みたいな子がなんかもう先生可愛い可愛いってめっちゃ言ってくれて、でもコロナ禍でマスクとかしてるから顔とか見えてないんだけど、多分そう顔見えてないんだけど、すごいなんか先生大好きみたいなめっちゃ言ってくれる子いて、元気かな。思ってる、元気かな、もう多分めっちゃ大きくなってると思う、元気かな。あと3個は読め、もう読めるから、もう読めるから、ほんまに やめて。そう、もうだって大きくなってるからね、その子も。口説かれてるっていうか、女の子やからな。先生、四国言えますよ、香川、愛媛、高知、鳥取、あ、間違えた、徳島。やだめ、やばい、間違えた、頭の中では漢字徳島やったんで、まあ、大きい。え、その子が握手会とか来た、え、ね、来たらやばいね。
ちゃ可愛かった間違えた、鳥取は間違えた、鳥取上やな、岡山の上ですね。やばいやばいやばい、まあ、ちょっと出直しますね。待って、やばい、リサのモモメに大好きって書いてってお願いしたの、なんでバレてるの？ん？なんでバレてるの？私も保育園の先生、卒園とか毎日誕生日、すごっめっちゃマメやね、その先生、めっちゃいい先生だよ。まあね、学生との両立大変だから、学生の子マジで無理しないでほしいなっていつも思う。めっちゃちょっとだけど、だから学生 NMB 入る前と含めて半年ぐらいやけど、そうって思うね。でリサのり、やばいやばい、リサが何書こうって言ってたから、ね、じゃあ彩香のこと大好きって書いてよって言ったら、え、じゃあ本当に書いてくれてるって、書いててくれてるってこと、やばい、嬉しい、リサ結婚したい、リサリサ大好き、リサ大好き、リサ大好き。ピアノも弾けるんですかほんまにちょっとだけピアノはあんまりですね、まあ、リサがピアノ弾けるよ、だからアイカの代わりにリサにピアノ弾いてもらおうリサかわいい、マジでコヨリンみたいにリサちゃんかじりそう、そうかじりたいんですけど、かじりたいっていうか、あのほっぺ、ほっぺをもうめっちゃもんやちゃ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 ってやりたいんですけど、ダメらしいけど、鼻はめっちゃこうやってやらせてくれた今日あ、みひなも同じ感じでやってるんであのリサヒ一緒にこう、もういつも両手に、今日もいて、え、もうかわいいって思って、公園前にもうかわいいねって言って、こうやって両脇に挟んで、こうやって顔ずっとこねくり回してました。かわいい食べたいですね、ほんまかわいい。なんかずっとお二人とも花粉症だから、ずっと鼻かんでて、ずっとなんかもうずっと鼻水、ずっと鼻かんでて、むっちゃかわいいって思って、かわいい、リサは食べ物ですよマジでかわいい。もうだからリサがもうほんまにもう0歳とか1歳ぐらいの時のよだれかけつけてる、めっちゃ笑顔の、もうマジでこんなリサの顔の写真を送ってくれて、リサが写真くれたんですよ。もうかわいすぎて、もう食べたいみたいな、もうかわいすぎる、もうなんかもう抱っこしたいってなる。リサのことをさ、でも自分かわいいから抱っこしたいと思ってさ、ギュってやるけどさ、自分よりさ、自分と背一緒ぐらいやからさ、やっぱ軽々はさできないのえ、リサ食べ物、リサは食べ物です、かわいいから、マジでかわいいアミアヤはちょっとなんかやっぱかわいそうかなって思っちゃう、やっぱやられたら仮にも先輩だし年上だから気使うかなって思っちゃうでもさ、こよたんさマジで羨ましいのがさ、あみたんのさ頭めっちゃかじるらしいんですよ、めっちゃこの辺かじるみたいな言ってて、でもその実際見たんだけど、なんかもうあみたんとかもなんかみたいな、もうなんかぬいぐるみみたいな、なんかされるがままで、あみたんも全然なんか余裕みたいな、だからえ、もういいなって思って、だってリサめっちゃ嫌がるもん、え、もうリサって言ったら こんなめっちゃされるもんだからもうマジで受け入れられてるのいいなって思う。だからリサにさ、え、もうさ、一応ほんまかじるはじゃさすがにやらんから、ほっぺはさよくない、ほっぺ食べさせてみたいな言ったんですけど、もう本当にキモいってめっちゃ言われるリサヒーのファンの方はアイペのことどう思って、え、絶対嫌な人いるよね、ごめん、でもやめられないんですよねあの本当に本当に多分嫌な人もいるかもしれないんですけど、あのもう本当可愛すぎてやめれないんですよ。でもあの
やつらも多分嫌じゃないから大丈夫多分内心嬉しいから大丈夫です生誕でやった、え確かに生誕、えでも生誕でさやばくない、普通に生誕アミタン出てくれるんですけど、え今日さ私ちょっと誕生日やからえいいみたいなさやったらさめっちゃキモくない、だから多分できないから、そう初めてこの配信見た人見る、ほんまやなごめんなさい、あの可愛い可愛い可愛い子が好きあダメだダメだ語弊を生んじゃうね、可愛いほんまに可愛い、大丈夫、でもほんまにふうのリサヒとか弟とかにしかやってないから弟にもさすがにこんなやらないし大丈夫ですやってないので、ちゃんとその実習先のちっちゃい子とかもやってない、そこまでやってないんで、もうはいはい抱っこ、はいはいご飯食べて、はいみたいなだったんで、そんなえかわいいほっぺ食べてもいいとかやってないんで安心してください、うん、弟はさすがにあの顔面こねくり回してました、こう顔があったらえ、でも未来さんがかりんさんに向ける感じとはまたちゃうと思うで、あれはもう崇拝やん、あやかはかわいい、なんかなんて言ったらいいんやろ、ペットじゃないけどなんかほんまに怒られそうやけど、リサは犬みたいでミヒナ猫みたいなんですよ、もうかわいいみたいな、家に連れて帰りたい、あもうダメだあダメだダメだ、なんか喋ったら語弊が、ほんまにでもかわいい可愛いねって言ってますね、みんな肩に乗せたい、リサヒ肩に乗せたいペットとか言ったら怒られそうやけど、なんほんまにでも可愛い、なんか多分私動物飼ってないんですけどあんま得意じゃないんででも多分動物飼ってる人はこういう感じだから、なんて言ったらいいんやろな、ほんまに叩かれそう、なんか ここだけ切り取るのマジでやめてね、なんかでも可愛い、もう可愛すぎてみたいな、可愛すぎるみたいな、だからもうずっとこうやって顔もずっとこう触ってる、可愛すぎてココナさん初期に先輩に可愛がられすぎて泣いたこと、そうなの、あんな嫌なのかな、なんか別さ、もう年的にもさする側だからさ、普通になんか嫌なのかな、嫌だったらごめんね、アミタンとかにはまだ控えてるから安心してください、リサヒはもうあの諦めてくださいえね、でももう高校生になるからね、やばやば、初めて会った時中1とかだったのに、ちっちゃい小さい子たちがどんどん大きくなるけど、あの年の差は変わらないんで、やっぱ私から見たらやっぱ可愛いちっちゃい子だねって、後期になってギャルになったらどうする、えもうなんか面白いからいいよ全然反抗期ねないよね、なんかミヒナはさそれなりにさあるけどさ、リサとかってさないよななんかリサってさなんかないよなそういうの何かミヒナはさ末っ子やからさ、なんかそのちゃんとさ「うわ」みたいなあるけどさ、なんて言ったんやろ、リサってなんかさ反抗期みたいなないよな、なんかもうさすがに彩香がやりすぎてなんかちょっと嫌がる「うわ」みたいになるけど、でもなんかリサってなんかみたいな、なんか受け入れてくれる、なんかかわいい、やばい、リサヒのこと想像したらかわいい、かわいいな、ケイトさんも昔かわいいかわいい言われて反応困ってたから、あみたいにかわいいっていうのがやっぱその年下で加入した方にだけ分かることってあるんやな、じゃあね、天使です知ってるよ、毎日手つないで帰ってるもんリサともうリサにめっちゃベッタベタしながら
過ごしてるんでね、いつもリサが天使なのは知ってます。ずっとベタベタしてるからね。そう、溺愛するからぶりっ子な、そう言われた。リサにもなんか彩香が可愛い可愛いって言うからこんなぶりっ子になったんだよみたいな言われて、うん、可愛いもうこれでさえ可愛いって小よりがリサにやったら、え、怒らんけど笑っちゃう。めっちゃおもろい。普通に全然束縛とかないんで。でもこよたんが後輩が先輩にやるのがおもろいな。見たい。ぶりっ子にね、そうなってきてる。でも面白くない？かわいいかわいいって言ったらぶりっ子になる人いないよかわいい、かわいすぎ。リサマジかわいい、ほんまに。リサのその1歳ぐらいの写真、今だってロック画面とかにしたい。もう LINE アイコンとかにしたい普通にかわいすぎる。なんか写真フォルダみたいな毎日出てくるから癒される。かわいいほんまかわいい。なんか前なんか誰か NMB のスタッフさんが誰かに見せて、見てください、これめっちゃかわいいですよねみたいな、え、親戚の子みたいな言われて、あ、リサですみたいなめっちゃもう自分の親戚みたいな感じ、リサですってめっちゃ見せてる。かわいい、かわいいでしょって、うちのリサですって、かわいいマジで。確か彩香のおかげでリサは自分の可愛さに気づいた。え、そうなの？え、可愛い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 ボタンがあったらめっちゃ押してるよ。可愛い、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 可愛い。マジで、もうね、可愛いですね。こよたんもある意味子供、確かにこよたんも子供だよ。なんか普通に親戚の子とかかと思ったらリサちゃんなんかいみたいな感じだった。多分弾いてたと思う可愛い、ほんまに。なんかリサとかミヒナとかさ、サクちゃんとかさそう入った時から間近で見てるからさ、なんかこうサクちゃんとかってめっちゃ人見知りでマジで一言も喋らなかったんですけど、最初の方ほんまに誰とも一言も言葉を交わさなかったんですけど、今ではあんなに饒舌になって成長を感じますね。そういうのを見て可愛いってなる、めっちゃ。え、あとさ、あ、やばい、ちょっと待って、最上送んないといけないから終わるわやばい、あっな、ちょっとランキング見ます。モバメ送る、ちょっとモバメで書きたいことあるんでモバメ送る。13位キンキンありがとう、12位靴ひもさんありがとう、11位レオさんありがとう、10位酔っ払いダーさんありがとうやばい声が、9位トップ D のおしょうさんありがとう、8位佐藤くんさんありがとう、7位ジュン TV さんありがとう、6位チキンのまさんありがとう、5位トムさんありがとう、4位フレンドちゃんありがとう、3位福山のタコさんありがとう、2位ギャオスケさんありがとう、そして1位アキラ麦めさんありがとうございます、ありがとう、ありがとうございますじゃあもうまめにね書きます、さっき書けたことは。すいません。あとスプラトゥーンのフェス何にしようっていうのも思ってたんだけど、あのポテトのさ、薄塩のり塩コンソメどれにしようか迷ってます。